映ってる。そっちからも見えてる？今日ホワイトデーやろ？チョコのお返し渡したいと思ってな。なんや驚いた顔して。お返し見たらもっと驚くで。きっと気に入ってくれるはずや。反応見えるってええな。せやけど、早よ会いたくなったわ。届けに行くから、そこで待っといてや。ほな、後で。ああ、今大丈夫ね。やっぱ顔見て話すとホッとするな。バレンタインのお返しがあるとよ。私に行きたいと思っとったばってん、今から会えんね。そうね、ならよかったわ。何を喜んでくれるかわからんけん、いろいろ迷ったばってん、これってものに決めたばい。中身は見てのお楽しみだ。あ、今ちょっとニヤッとしたな。それじゃすぐ行け。待っとってね。ホワイトデーやね。あたしからのお返し、首を長くして待ってたやろ。お返しのプレゼントも時間をかけて可愛いもん選んだけど、何より期待してもらいたいもんがあるで。なんやと思う？それはあたしの真心。お届けするわ。あら、笑うとこと違うで。だって、ものだけやなくて、気持ちもちゃんとお返ししたいもの。ほな、待っててな。ドキドキが止まらへんわ。同じ気持ちでおってくれたら嬉しいで。顔が映っとる。ああ、俺ビデオ通話をしてもうたんか。まあおるとこも分かったし、ちょうどええか。これからそっち行くわ。バレンタインのお返し渡したいねん。そりゃ普通に用意しとったで。もろたもんはちゃんと返す。ボケられたら突っ込むんと同じや。なんやニヤニヤして。今飲んで笑い取れると思ってなかったわ。せやけど、お返しはもっとおもろいもん選んだったで。期待は裏切らへんつもりや。ほんならおとなしく待っとき。後でな。秒で電話取ってくれたな。嬉しいわ。
朝早うにすまんな。せやけど、こういうのはやっぱ早い方がええと思ってな。バレンタインのお返し用意してん。持ってきたんやけど、ええか？おきに。なんや、渡すんちょっと楽しみやわ。ほな、今から走っていくで。あっちゅう間に着くから待っててな。ああ、どうしても会う前に顔を見て話したいと思ってな。今日はバレンタインのお返しをする日やろ。わしも心を尽くして用意したんや。どうか受け取ってくれるやろか。おおきに。とはいえ、もろうた温かい気持ちに意味合うような品はなかなか用意できんでな。せめてお返しの品とともに、わしの誠意を届けさせてもらうわ。そないにじっと見つめんといてや。ほな、また後でな。やっと出た。あえて待たせたんちゃうか。ちょ、なんで笑てるん。今日ホワイトデーやろ。バレンタインのお返し、渡しに行くわ。ん？礼なんて言わんでええで。なんでって、バレンタインええもんもろたし、礼するんは俺の方っちゅうか。それより、はよ、どこにおるか教えてや。へい。ほな、届けたるから、そっから動かんといてや。バレンタイン、宝箱みたいにいっぱいチョコくれたやろ。あん時、めっちゃめちゃ嬉しかったからな。ワイも、あのお宝みたいに嬉しなるお返し用意してん。せやからな、もろてや。ニコニコしとる。ワイもニコニコやから、お揃いやな。ほな、すぐそっち行くで。お宝お届けや。